はいどうもこんにちは、とびー翔太です。今回は香ばしくてね、風味豊かでめちゃくちゃ美味しい牛の味噌漬けやっていこうと思ってやります。牛の塊を使うんやけど、ちょっと古くなったり、もしくはね、味付けてキャンプとか持って行っても焼くだけでちょっとおってなんねんな。そう、味噌漬けで、うん、ちょっと変わってるやんか、まあ、普通に塩コショウで焼くももちろん美味しいんやけど、味付けして持っていったらめちゃくちゃ楽なんじゃないかと。で、古い肉も味噌漬けにすれば少しね、保存が効くんで、めちゃくちゃね、簡単で、漬けるだけ、もうこれだけでね、一味違った牛のね、ステーキ作れるんで、ぜひお試しください。それではいきまーす。プレス、レッツクッキー。はい、材料です。牛の、今回使うのはもも肉の塊、お味噌、砂糖、醤油、みりん、酒、以上。うまうまだよ。漬けダレを作っていきます。お味噌スプーン3杯、ここにお砂糖山2杯ぐらいね、お醤油、お醤油はスプーン3杯、みりん3杯、料理酒100、もうこれだけ。超簡単じゃない？早い。柚子とかあったらな、ここに柚子の皮とか吸って入れたらね、またちょっとね、料亭みたいな。へー、お上品になる。そう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 、めっちゃいい香り出るからね。もしね、柚子があれば柚子皮を入れてみてもいいんではないでしょうか。しっかりね、味噌が溶け込むように混ぜてください。はい、漬けだれをジップロックの中に入れていきます。よし、こうやってね、ここにお肉を投入、ジャボン、で空気をできるだけ抜いて、保存します。よし、それで冷蔵庫で半日から1日寝かしたらね、味が入ってね、めちゃくちゃ美味しい牛肉になります。それまでお昼寝。はい、半日後です。かわいいね。もう、うん、ほらもう泳いでるわ、ほら泳がせてるこの肉をね、取り、このね、漬け味噌はもう1回ぐらい使えるからね、このまま冷蔵庫で。あんまり日持ちはせへんけどね、1週間ぐらいは持つと思うんで。ここに魚入れても美味しいから。よいしょ、お肉をさっと洗います。水でシャシャってね、流してキッチンペーパーで拭きます。パッパッとね、軽く拭いて、これを焼くだけ。はい、火をつけていきます。弱火でいきます。油をちょんと、みんなね、ちょっと使うお肉がね、厚さが違うと思うんですけどもね、このね、これぐらいのお肉、2本ぐらいよね、厚さ。このパターンやとね、中火からね、弱火、手で片面3分、裏返して5分ぐらいで、火がね、強くないすぎると、こちら味噌ついてるからね、この表面の味、うんうん、焦げやすいね。だからね、基本的にはゆっくり焼くって感じ。あんまり強火でこう焼いてしまったら焦げちゃうねんな。で、中に全然火が入ってない。中にね、ちょっとぬくい感じやったらいいんやけど、よく失敗しがちなのが、周りが焼けて中が冷たい状態、それが一番あかんねん、うん、中がね、赤くてもぬくかったらいいねんけど、
冷たいパターンがね結構ね失敗しがちの王道なパターンやと思うね。だからね火は弱めで焼いてほしい。なるほど、うん、3分から4分裏返して5分6分って感じで。さあ裏返しましょうか。まだね半分も入ってない。だけどね少し時間かかるから一緒にねこんな風に野菜も一緒に焼いてあげました。これで5、6分。そうだね5、6分待ちます。おいおい5、6分経ちました。さらアルミホイでらーん、よし、いいよ。で、アルミホイルで包んであったかいとこ置いてね、さらに3分置いておきます。ネギはもう焼けてるよ。ほら、美味しそう。あ、いいね、うん、この野菜をね周りで焼くことによって肉の脂とね味噌が味がねこの野菜につくわけよ。はい、 OK、 これだけね3分ほど寝かしたお肉ちゃんオープン。いい色ですね。いい色ですね。よいしょ。うわ、美味しそう。なんか外で食べる肉って感じ、こんな色、うんうん、ちょっとね、幅があるから半分でいこうかね。どうでしょう。うわ、で、繊維がね、こう縦になってるんでこうね、こうなってるから、うん、こっち切っていきますね。お好みの厚さで。もう味がついてるっていうのがいいよね。うん、よいしょ。このまま食べれちゃうわけでしょ。そうです。おネギとお野菜をね持ってこういうの盛り付けていきます。うまそう。ダメ、出ちゃう。出ちゃうな、これ贅沢。いただきます。いただきます。楽しみにしてました。めちゃくちゃ綺麗、マジで。美味しそう。すぐお箸持っちゃったやん。いや、これが取れるんかな。見えるよ、うん、美味しそう。いや、これほんめちゃくちゃ上手。上手。上手に焼けた。上手に焼けた。バルミホイルでね、うん、しっかりちょっと3分蒸らすっていうのもね、結構大事なポイント。うん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 、早く食べたいね。うん、はい、いただきましょう。いただきまーす。おいしい。うまいわ。アリスジルルめっちゃ。え？めっちゃ美味しい。アリスジル。味噌味。うん。美味しい。安物の肉なんやけど。全然わからん。全然わからんこれ。うん。うんうん。めちゃくちゃいい相性やな。あ、ネギ美味しい。うん。さっぱりするわ。最高。うん。ブラックペッパーもやっぱりいるな。うん。あったら美味しい。うん、なんかちょっと味噌焦げるやん、いい感じに、うん、それがめっちゃ美味しい、うん、焦がしたやつって美味しいよな、ちょっと、うん、焦げも美味しいし、美味しいから醤油も焦げさん美味しいやん、焦がし醤油、うんうんうん、その味噌がね、ちょっとだけ焦がしてるのがね、いい香りだよ。肉汁がね、その中に流れてきて、このね、玉ねぎとかね、野菜たちと一緒に食べたらすごいハーモニー、これは。うん、うまい。うまっ。なんて伝えたいんやろな、これ。作ってみてって感じやから、だから作って食べて美味しいの分かってって。
やっぱ肉タレも美味しいけど、うん、いやこんな風にして食べるのもめちゃくちゃ美味しいと思う、うん、めっちゃできる人っぽいさ、うん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 、これ味噌漬けやねんって言って出すの、下手したらこの味噌漬けって言わんかったら何これって多分言われる気がする。うーん、もう味噌っていう頭なくない、その肉焼くの時に、うん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 、ないないない、うん、いや素晴らしいな、うん、素晴らしい。味噌の発酵感とかこうお酒が入ってるから柔らかくなるよ、うん、何肉もジューシーで、キャンプとか行ったらねちょっと遠火でゆっくり火入れてあげたら、うんうんうん、うまくできると思いますね、家でもキャンプでも、うん、うん、美味しくお肉ね、安いお肉を食べれると思います。調理時間もねめっちゃ簡単だからね、混ぜてつけるだけ置いて焼くだけ、うん、焼く時がねちょっと時間かかるかもしれないけど、味付けはね非常に簡単で失敗しないと思いますので、うん、ぜひお試しください。ください。最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。グッドボタンよろしくお願いします。ではほんなー。ほなー。